こんにちは、大好きシーサイド始まりました。イエーイ。第15期シーサイドイメージガールのようこにゃんこと川村ようこです。そして本日番組一緒に進めてくれるのは、はい、第16期シーサイドイメージガールこだまりくと小滝里奈です。はい、今日はこの3人でお送りします。そしてりくちゃんとりなちゃんは私とは2度目だよね。2度目です ね、東京タワーの時に、そうなんか対決したんだよ。もうすっごい嫌だったの。あのふんどしじゃなくて、なんかふんどしって何、ふんどしなんてしないよ、ごめんけど。なんかすごいやばいやつやった。そうそうそう、四股をね踏んだの。でもそれね、りくちゃんやってないよね、四股踏んでないよね。今度四股踏んであげて絶対、ぜひね。私は変顔対決しました。でもね、なぜか変顔に巻き込まれるっていう確かに事故が起きた。2回やりましたもん。そういうキャラ、ちょっとやめてでね、スタジオではね、りなっちと一緒にね、なったんだよね、はい、そうそうそう。で、最近のなんか面白かったこととかある？2人。最近、昨日私ありました。何何何、気になる。昨日か、すごい最近だな。昨日、私なんかすごい急いでて、うん、もう駅まで時間もないからタクシー乗っちゃおうと思ったんですよ、うんうんうん、で、タクシー乗ろうと思って、もうなんか来た車の前だけ見て、あ、タクシーっぽいと思って、うん、右手を上げかけたら、それがパトカーだったんですパトカー止めちゃう？パトカーだーって思っておとなしく手を右手を下げてちょっと歩いたところでやっと見つけられたんですよ。拾えて。タクシー止めちゃうの、すごい、ね、タクシーじゃないパトカー。あタクシー止めても危なくない、全然平気だわパトカーね。それさ、手上げてもさ、パトカー止めてくれるのかな、パトカーだよね。あ、どうしましたとかなりそうじゃないですか。あ、確かに危険だね。確かに危ない。リナッチは、ホワイトデー。あー、ホワイトデーね。ホワイトデーもらいました。いや、うちいっぱいもらったよ。いっぱいもらった、いっぱいもらったそしてね、なんか私今日がお台場シーサイドイメージガールとして、まあ、卒業で最後の今日が出演なんですけれども、番組宛に私にねプレゼントを送っていただきまして、まあ、今日受け取りました、うん、本当にありがとうございます。で、あの中身を見たんですけれども、もうすっごい嬉しかったんですけど、すっごい面白かったんです。後でじっくり見させていただきます本当に本当に嬉しかったです。でもいつも多分応援し、あの多分、いや、応援してくださってる方で、あのコメントとかもいただいてる方なので、本当にありがとうございますはい、ということで、まあ、ホワイトデーね、何もらったの1個しかもらえない。1個しかもらえないの何それ、家族から。父ちゃんお父ちゃん。でも超かわいい。うん、うん、2人ともなんか良かったからいいってなって、あ、そうみたいな、うんうん、ホワイトデーもらった。ホワイトデーは大好きなお父さんから。あ、え、2人とも実家暮らしなの。実家暮らしです。なんだよ怠け者そっか、そうなんだね。私はね、バレンタインに結構こう大量生産して作ったからね、あの配りまくったからお菓子がいっぱい来たっていうだけ、それだけだよね、うん、バレンタインちなみに何作ったんですか。生チョコ。おお、ちょっと上級者だから、うん、ちょっと、うん、ちょっとまずいかもしれない、ね、そういうとこ毒舌なんだよねこの子。たまに毒舌そうズバッとズバッと来るからね。そうそう、へー、あとさ、なんか花粉症とか言ってなかった？花粉症です。花粉症。花粉症？私はなんかアレルギー検査した時に、うん、スギ花粉は持ってるんですけど、うん、まだ発症してないんですよ。え、持って、体内にはアレルギーで花粉症はあるんですけど、うん、まだ花粉症を発症してないんですよ。珍しい。よくわかんない。ね、だから外入れても平気ってことだよね。そう、まだ鼻水全然大丈夫。なんか検査とかしてないけど、私全然花粉症でもなんでもない。いいな。ずるずる？もう目、寝てる時とか目ブブブブって書いて。目ブブブブ。表現。表現面白いよね。さっきも鼻水超出てきたんですけど、うん、ティッシュ持ってなくて、なんで女子だから持っとこうそこ吸ったって、うん、吸ったのね、吸った、うん、はい、面白いリナッチでした。はい、ではここで番組インフォメーション。リナッチはちょっとね、まあ後で言ってもらうから、先にリクちゃんにお願いします。はい、この番組ではですね、うん、こちらですね、毎月25日発行の
ちらのフリーペーパー東京シーサイドストーリーを元に、私たちシーサイドイメージガールがお台場地区のお台場ですとか、あと臨海地区のイベントやファッション、グルメなどお得な情報を発信していきます。東京シーサイドストーリーとは、お台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーでですね、ショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています。湾岸エリアのマップなども載っていますので、湾岸エリアのマップこちらですね、こちらかな、はい、はいはい、こちらでも載ってるのでですね、皆さん観光の時とか本当に便利です。そしてこちらのフリーペーパーは、お台場地区の各施設、臨海線やゆりかもめ、さらに東京タワーにも置かれてます。皆さんぜひお手に取ってみてください。また iPhone アプリ、お台場エンジョイアプリがリリースされています。お台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることができます。 iPhone を持っている方はぜひお台場エンジョイアプリを登録してください。 App Store でお台場とアルファベットで検索すると出てきます。そしてお台場テレビもスマートフォンアプリがリリースされています。こちらも iPhone アプリと Android アプリがあります。こちらもぜひダウンロードしてみてください。どちらも無料アプリです。はい、はい、皆さん、そして番組内でイベント情報やお店紹介を出しますので、インフォメーションをしたい方はぜひお問い合わせください。お問い合わせはアドレス、シーサイドアットマークお台場 tv.jp までメールでお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。なんか私さ、3月っていうかね、2月のね、東京タワーりくちゃんと一緒に出た回からずっとね、あの番組出てなかったからね、今ずっとこれ見て、2人表紙なのね、私のお二人、隣お二人さん、これどこで撮ったの写真、これは表紙、東京シーサイドフェスティバルっていうところで撮ったんですけど、うんうんうん、なんか新しくできた、そう、イベントとかもやってて、うんうん、そうなんです、そうなの、そうなんです、そうなんです、そうなんです、これこれね、え、これね、これですよね、1ページですね、1ページ目、何、どんなことができるところなの、あとで紹介してくれるの、もしかしてイベントをやってるイベントホールなんですけど、あ、そうなんだ、新しくできたんだね、そうなんです、知らなかった、だから今見てなんか、こんなとこあったんだなって思った、あのゆりかもめからも見えるので、あ、そうなんだ、はい、まあ、3月号もね、もうそろそろ3月もね、後半に入ってきちゃったからね、そろそろ4月号、ね、4月号になっちゃうからね、ぜひ持ってない方はぜひお取りいただければと思います。はい、はい、それでは続きまして、シーサイド地域のイベントやお得情報の紹介です。こちらのシーサイドストーリー3月号買おうからご紹介します。じゃあリナッツとリクちゃんにご紹介してもらいましょう、はい、どこ紹介してくれるのかな、じゃあリナッチから行っちゃう、リナッチから行っちゃう、自分のことリナッチって呼んじゃう、私もね、自分のことヨークニャンって言っちゃうの、ヨークニャン、二人で行き合っちゃった、なに、リクちゃんはあだ名が結局何なの、なんか、うん、あのこの間、うん、ラジオに出た時に、うんうん、なんかリクで2文字だから、うん、私あんまりあだ名をつけられることがないんですよ、うんうん、でなんかクーちゃんってなって、でもあんまり浸透しないかなっていう話になったんですよ確かに、なんかクーちゃんってさ、いたよね、キャラクターでクーちゃんってあれいますよね、いる、え、チワワじゃない、だよね、犬だよね、犬、そうそうなんですよ、だけどでもチワワっぽいよね、本当ですか、チワワっぽい、チワワっぽい、なんか2文字だから、うん、だいたいリクとか栗とか、そうそうそう、栗逆から読んじゃう、そう、栗、あの私小学校の時の、うん、なんかみんなのリクのマークがあの栗あるじゃないですか、うん、あのマークだったんですよ、へー、こだまだけ漢字で書いてあって、うん、栗とかで書いてこだま栗で、こだま栗、うち猫の足跡だから、それ、あ、かわいい、すぐ分かる、かわいいですね、それで浸透してた学校の時、へー、すいません、そんな話で、うん、どうぞ、あのリナッチ紹介して、はい、紹介を、はい、アウトドアのイベントです、うん、はい、と5ページです、5ページ、5ページ、はい、うん、東京アウトドアウィーケンド2017です、3月18日土曜日と19日日曜日です、今日と明日ですね、うんうん、お台場ベイエリアでアウトドアとカレーパンをまとめて満喫できるアウトドア大博覧会、東京アウトドアウィーケンド2017が開催されます。アウトドアブラン
ブランドの世界観、コンセプト、技術をダイレクトに感じることができる展示など合わせて一度に楽しめますです。で料金は前売り700円、うん、当日1000円で、時間は10時から17時で、うん、1日中楽しめるアウトドアイベントです。カレーパン、カレーパン、カレーパン気になりますね。気になりますね。私結構好きだよカレーパン。カレー結構辛いのでも大丈夫な感じですか。うん、私も辛いのも好きなんです。好きです、好きです。辛いカレーパンの方が好きです、うん、甘いより辛い、甘口カレーよりも、うん、そう辛いのがいい。そういうのがいろいろあるってことかな。そう、辛いのとかいろんな種類があるってことですね、きっと。10時から17時、うん、あ、いいね、ちょうどいい、お腹もすく時ですもん ね、うん、ね、ね、今日もやってるんですもんね、うん、10時から。アウトドアのアクティビティってことはなんか体を動かしながらみたいな、うん、あー、これが食べながら、そ う、 そうですね食べながらこう踊っちゃうそれともなんかパイナポップみたいなこうやっちゃうカレーパー、確かにカレーパーここ一緒カレーパンつなげちゃうでもこれ3連休のうちの2日間しかやってないんだね、うんうん、18、19しかやってないんだね、はい、じゃあ月曜日はやってないということで、この今日か明日でぜひぜひ行ってみてください。はい、じゃあクリちゃん、リクちゃん、次行きますね。はい、お願いします。次はですね、ふーちゃん、次はですね、うん、シーサイドストーリー15ページです。15ページ、はい、はい、グランド日光東京台場のイベントなんですけど、うん、こちらで春風の誘いストロベリーフェアというものを開催しています。いい、ね、もう春だな、春ですよね、うん、本当にいちごを使ったですね、うん、あのアマオのカクテルだったりとか、いちごのノンアルコールのカクテル、うん、アマオのホテルがアマオのホテルメイドケーキとかもご用意してまして、ちょっと3連休ね、いちご狩りに行く時間はないけど、うんうんうん、でも美味しいいちごが食べたいっていう、そんな方にはぜひおすすめな場所だと思います。4月30日までやってるので、ぜひもういちご尽くしのメニューだと思うので、う、ね、一度行ってみてください。いいね、いいですね、春だね、もう春ですね、本当にめっちゃ行きたい、行きたい、いちご大好きです。で 私も大好きなの私もです。でもまだ未成年だからカクテルは飲めないよね。ノンアルコール、え、全部、あ、ノンアルコール、ね、ノンアルコール、あとケーキを私は食べますケーキ美味しそう、はいはいはい、ケーキね、はい、うん、私も食べるじゃあ一緒に、2人でちょっとあのバチバチしないでください違うの、なんか勝手に喧嘩売ってくるんだよねこの子、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、ごめんなさいでも24時まで提供してんの、すごくない？すごいですよね、うん、めっちゃすごい、すごいよね、ホテルだからおしゃれな場所で、そうだね、うん、4月30、私4月生まれなんだよね。あ、そうなんですか、そうだから来月誕生日、1個年を取ってしまう、いやいや、ちょっとまだまだこれから、ね、そういやーじゃねーもうこの子ほんとめっちゃ今ババアになるんだみたいな何歳だっけりなちゃん。19歳です。まだ10代ですもんね。やだね、しかも3月1日に19歳になった。うぜーさ、何、まあ、成り立て、成り立て、成り立てもやばいうざい、はい次行こう、はい次、はい次、そういうりなっちなんだ、次そういうりなっちなんだ、ね、はい、はい、何が次は春休みイベント、お、そうだ、ね、17ページです。17ページ裏、裏表紙に、うん、第8回子どもモーターショーです。場所はメガウェブ館内各所でやっています、うん、今年も子どもたちが車と触れ合える春休みイベントを開催します。自動車ができるまでの工程が分かるミニカー作りや、キッズワークスや重力で走るソープボーックスカー体験など、子どもたちが楽しみながらものづくりや車を学ぶことができます。他にも RC カー、ミニカーで遊べるコーナーのほか、人気のキャラクターショーらも行います。結構こう楽しそうですよね、うん、3月25日からはアイディアカートヨタ技術会っていうのもあるみたいです。はい、4月2日か9日までですね、うん、うん、いろんななんかイベントがあるんですね。
私車すっごい好きでなんかね、うん、前もね大好きで多分ね言ったと思うんだけどね、多分スタッフさんなら分かると思うけど、私ものすごい車好きなんですよ、ものすごい、うん、だから多分番組になんか番組内でもう車欲しいなとか散々言っててじゃいつかここに車が届くかもしれない分かんないけど送ってくれたらいいなとか言ってすっごい好きで、なんかよくそのお台場 のメガウェブとかよく行ってたんで、ね、うん、今もよくたまに行くけど、うん、ヒストリーガレージとかいいですよね。はい、ね、ね、車好き？バックトゥザフューチャーがすごい好きで、あ、あの、うん、あそこら辺の雰囲気がすごい好きなんですよ。あ、好きそう。なんか一回なんかそこでなんかもうモデルやってそうだもん。もうねコメントでもなんかね、リナちゃんリクちゃん背の高いコンビで頑張ってってうち入ってないもんね、ここにここに。でも頑張ってさっきあの椅子上げてるの、そこ言っちゃダメ、そこ言っちゃダメ椅子上げたの言っちゃダメあれ、そうね、いいよね、はい、しかもさ、なんかさ、ホンダのさ、モデルやってなかった？あ、F1 のやつだよね、あれね、あれもうち行ったよ、あのね、F1 のやつが鈴鹿サーキットですか？違う違う違う、12月24日にね、あの青山のところに、なんかあのホンダなんだっけ、なんとかフェスティバルみたいなのがあってそうそうそう、曖昧だぞ、そう、なんだったか忘れた、で、なんかその F1 来たの置いてあって、うん、そこ試乗体験とかできて、そこに行って、あーなんかすごいかっこいいとか思ってF1 カーはまた普通の車とは違うかっこよさがありますね。そうなんだよね、もう車全般好きですから。しかも私あの、うん、F1 のあの鈴鹿サーキット見に行ったんですよ、うんうん、もう迫力がすごすぎて、もうエンジン音とかもう匂いまで、匂いもうリアルすぎて、匂いってすごいよねリアルすぎましたね。え、免許持ってない？持ってないです。持ってないんですよ。あらま、あらまま、持ってますよ、でもなんか運転危なそうですね、でみんななんかバカにしてる、先輩いじられてます助けて。でも運転したりしてどっか行ったりするんですか？陽子には先輩らしく頑張ってって書いてあるのがさ何何、車実際運転して、うん、友達とドライブとか行きますか？全然行かないねあらほぼペーパードライバーなんだけどね。でもこの前2年3年4年ぶりぐらいにお台場を運転した。おお、うん、本当になんか40キロぐらいで、40キロ走行ぐらいで運転したよ、うん、すんごい怖くて、安全運転ですね、うん、だけどもう怖くなって途中で友達と交代してもらってもう無理だった、もううち運転多分できない、だ駐車ができないもん、まずもうよく免許取れたなと思う、後ろバックでできない駐車とか難しいですもんね、うん、いや高校生の時に免許取ったからね、そうだいぶ前になっちゃうから、そうそうそう、あれ紹介今どこだっけ、紹介ね脱線しちゃないっぱい紹介ね、てかカクテル、あ、モーターショーか、そうカクテルが止まっちゃった、もっと前なんですよはい、次、実は次行きます、行きましょう。そんな陽子にゃんさんが好きな、うん、メガウェブでもう一つお知らせがございます。はい、このあの表紙の撮影の時もですね、うん、4月号ですね。あ、それ4月号ね。もうなんかみんな飛んでるよ、なんかなんか時空超えていろんなとこ行っちゃってる。ちょっといろんなとこ行っちゃいましたけど、うんうん、メガウェブさんでですね、新型プリウスの特別展示と試乗をすることができます。お、なんか車の中でもスマホ感覚で操作できる大型のディスプレイのナビゲーションシステムもついてて、うん、どの席も特等席としてゆったりくつろげるシートなど、実際乗ってその感覚を皆さんで感じることができると思いますので、こちらのイベントはですね、少々お待ちくださいね、うん、こちらのイベントは4月末までやってますので、皆さんぜひ車好きの方は特に行ってください。うちだけ？はい、私もです。行ってみてください。はい。はい。いや、陽子には後輩に負けたとか言われてるんだけど。いや、負けてないっすよ。いや、それ身長だけね。身長だけ負けてるよ。それは、うん。あ、正直に言うと、まあ、椅子高さ上げました。はいまあね、メガウェブ私行く、行くと思う絶対、
だから試乗したいもん。でもね、いつも試乗しに行こうと思うとやっぱ並んでるから事前予約とかした方がいいと思います。おすすめですね、メガイブ。ちょっとあのお昼時とかみんながご飯食べに行ってる間とかにスッて行って、あ、乗車して、乗車して私もうほんと危険運転だからな。ちょっとメガウさんに迷惑かけちゃう。いろんなとこぶつけて帰ってそんなことしない、多分しない、大丈夫。うん、まあ、免許持ってないとね運転できないからね。はい、うん、まず免許取らない。免許取るところから2人は始めよう後輩に負けてないですよよし、そこよかった。よし、唯一買ってます。はい、他紹介ありますか。はい、他はですね、うん、いろいろ、でもそれ以外にも、うん、いろんなイベント載ってるので、うん、皆さんぜひ手に取って見てみてください。はい、では紹介したイベント情報などは各イベントの主催者や各施設のホームページなどでご確認ください。では、はい、次のコーナーに参りましょう。続いてのコーナーはイメージガールのコーナーです。イエーイ。はい、今日はお台場のプレゼンバトルをしたいと思います。お今日はですね、ドキドキですね、うん、りなちとりくちゃん、はい、2人にお台場のプレゼンバトルをしていただきます。お、怖い。まあ、言葉だけで伝えてもらうのはちょっと面白くないかなって思ったので、まあ、絵をね交えながら伝えていただきたいと思います。お、ちなみに絵はお得意ですか。普通です。何この、何か顔はどうやってるの。顔はどうやってるよ。絵はお得意ですか。あれ、ちょっと、うん、大丈夫ですねきっと、うん、2人とも自信があるようですね。はい、まあ、ちなみにね、私元バスガイドですので、まあ、プロ目線でちゃんとお台場のプレゼンができているかどうかを評価したいと思います。お、はい、ちょっと強敵ですね、うん、強敵的強敵なのか敵なのか、私はただ評価するだけよ。はい、では、はい、まあね、こちらの紙に2人に書いてもらいたいと思います。はい、はい、さてさて、こちらにペンもありますよ。ちなみにこのペンは私が買ったペンよ。はい、お、そうなんですね。はい、お好きに。黒を借ります。お、黒取られたぞ。黒、お先です。全てピンクで、全てピンクで書いちゃう。あ、クレヨンもいいですね。クレヨンもあるよ。あ、クレヨンもいっぱいあるよ。なんか髪の毛崩れてんな。まあいいや、はい、何にしようかな。お、折れてるぞ。折れてるクレヨンとかあるよあら、じゃあ、うちはその2人がね、描いてる間に、じゃあ、りなちとりくちゃんの似顔絵でも描いとこうかな。おさあ、私は何を描こうかな。さてさて、イメージガールの恒例のね、お絵描きタイム、プレゼンタイムが始まりましたよ。ひどいからね、イメージガールの絵は。あれ、本当どうなるかな。過去の、やめよ、やっぱピンクやめる黒使う、茶色でいっか。でででで、これあるところで出せばいいんですよ。何何、なんか一個のやつでこうやって出せばいいんですよ。1個のやつでもういいです、うん、もういいですもういいです。怖い。もうね、自分ではね分かってるみたいだから。うん、え、もうどこをプレゼントし、プレゼント、プレゼンしたいとか決めてる決めました。決めましたね。 OK です。でもなんかね、何描こうかな。よいしょ。どんな絵が出来上がるか楽しみですね。本当ね、一番うちがね15期のイメージガールの中で絵がひどいと思ったのは里ゆりだね。あれ、もうそうなんですか。里ゆりの絵はひどいよ。もう本当ここに、私ね今日てか昨日か、ん、一昨日か、まあいいや忘れたけど、里寄りにメールして、なんか今日収録来ないみたいな風にメールしたのなのに無理とか答えたんだけど本当あの子の絵ひどいからね。あら、ほんとひどいよ。見てみたかったな、うん、いや、なんかシマウマを描いた時に私なんて答えたんだろう。なんだったかな、なんか魚かと思ったよね。なんだろう、あの子ひどいな。まあ、そんな里寄りとは私は来週ね、お出かけするんですよ。お、どこ行くんですか。まだ決まってない。あら、全て決まってない
まあ、そんな女子旅もありですよね。そうそう、さとゆりとあとさゆりるさんと3人で。そうそう、さゆりるさんもねラジオもう卒業しちゃうからね。そっか、皆さん卒業ですもんね。みんな卒業だよね。寂しい。1年間早いからね。卒業シーズンですもんね。そう、必死にみんな絵描いてる。必死。ちゃんと描けたら教えてね。 OK です。出来上がった人から紹介してもらいます。さあコメントも、あら、陽子にはもう参加しなきゃ最後だからって言われちゃった。あら、あら、じゃあ私2人の絵を描き終わったら参加しようかな。じゃあ描き終わりました。お、描き終わった。はい。じゃあはい、お願いします。はい、じゃあテーマ、テーマ、友達と楽しめちゃうぞ、はい、in お台場。おー、いいテーマだぞ。はい、じゃあ8時に集合します。まずまずそっからが、はい、すごい。そしてビルズというパンケーキ屋さん あるね。はい、デックス東京ビーチシーサイドモール3階にございます、うん、世界一の朝食と言われているビルズです。うんうん、パンケーキを食べます。ここで、ここでね、はい、ここのはね甘すぎないのでみんな好きだと思います。決めつけたぞ。みんな好きだと思います。そして8時から10時2時間過ぎます。2時間過ぎたね。10時からジョイポリスに行きます。お、行ったことありますか？いいね、あります。ないんだな。屋内遊園地なのでね、それは知ってるよ。寒さもねないので皆さん楽しめると思います。うん、でアトラクションも結構たくさんあって、うん、なんか船に乗りながら、船に乗って実際になんか水とか水しぶきとかが飛んでくるアトラクションとかもあるので。そうなんだ。はい、ぜひ行ってみてください。はい、そして3時になって、おや、って待って待って、時間まで10時から3時までジョイポリスに遊びます。はいはい、はい、それでもうそろそろ飽きたなって思ったら、うん、飽きた、はい、はい、東京トリックアート迷宮館へ行きます。ああ、いいですね。こちらもデックス東京ビーチ内4階にあるので、そのままポンポンって行けるんでね、うん、そしてねこの頃インスタグラムとかみんなやってますか？やってますよ。おしゃれな写真を撮れる場所です。そのためにみんなどっか行ったりしますもんね。はい、そこでねこんな写真を撮りますよ。お、じゃあ魚に食べて慣れてるようこにゃんさん。あら、ね、なんで私をモデルにした。あら、しかもさ、なんか結構腹でかくね。はい、うん、はいはい、はい、うち食べられちゃうんだ。そうです、そうです、そうです。そして、うん、まあ夜ご飯を食べに東京じゃないヴィーナスホートへ移動して、うん、夜ご飯を食べるんですが、うん、私はここでインフォルノというなんかお店があるんですけど、うん、そこはピザとかパスタとかすごいいろんな種類があって、うん、まあ、今回言ったのはご飯なんであんまつかないんですけど、ランチとかだったらパンとかサラダとかもプラスでついてきて同じ値段とかで食べれます。うん、うん、私もよくこれ終わってから行ったり食べに行ったりするお気に入りの場所です。あ、そうなんだ。はい、いいですね。で7時になってもう自由時間ですよ。自由時間、自由時間。あれ、自由時間、帰ってもよし。うん、まあ観覧車乗ってね、夜景を見るのでもよし。はい、うん、はい、一日楽しめましたというコーナー、コーナーじゃない、ワンデイ、ワンデイプランまでついてましたもんね。うん、はい、りなちありがとうございました。はい、はい、うちね、てっきりね、1個のところについてね、詳しく説明してくれるんだと思ったら、すんごいなんか旅してたよね。お台場ツアーだったね。あ、わかりました。確かに。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次、できた？次、できましたよ、私。またツアー系？ツアー系じゃないです、私は。あー、オッケーオッケー。はい、じゃあお願いします。はい。最初からいきますよ。うん。私が紹介するのは、こちらです。
結構下手くそだな。これね、かわいい、わかるけど、わかるけど下手くそだね。あれ？え、わかるよ、わかるよ。どうぞプレゼン。はい、はい、こちらはですね、お台場で有名な、自由の女神像でございます。おー、おでもちょっと雰囲気ありますよね。なんかね、手上げてるのと王冠で分かったよ、持ってるものが分かんないから丸になっちゃいましたけど、うん、はい、こちらはですね、日本におけるフランスのフランス年っていうんですかね、うんうん、を記念して、そうそうそう、平成10年の4月からお台場の海浜公園に置かれています、うん、なんとですね、今お台場海浜公園で桜の桜祭りを開催してまして、そうなんだね。そうなんです、うん、4月の9日までやってるんですけど、うんうんうん、桜と一緒に、まだちょっと咲いてるとこぼちぼちなんですけど、うん、その桜と一緒に自由の女神と一緒に写真撮れちゃうっていう、でそれをまた最近流行りのインスタグラムに載せたりとか、おしゃれな写真を撮りに、うん、カップルで行ってもいいですし、うんうん、友達と行ったりしてもいいですし、うんうん、ファミリーでね、ちょっとゆっくりお台場観光した最後にこんな写真を撮って、ちょっとね、みんな一日の思い出になればいいかなと思って、お台場のね、ここを紹介しました。自由の女神像でございます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、やっぱインスタ映えをね、やっぱみんな考えるんだね。うん、そうです。そうだね。あれ結構いいんじゃないですか、これ。いや、あれ？うん。いや、紹介はいいけどね。紹介すごく良かった。あれ？紹介すごく良かった。結構里ゆり、いや、まあ里ゆりの方が下手か。うん。いや、いいでしょう。いや、二人ともすごい良かったよ。すごい良かった。判定はどうなるんでしょうかね。いやね、コメントがさ、少し陽子に似てる絵がとか来たんだけど。やっぱ。やっぱじゃないよ。やっぱじゃないよ。いや、ここを見ながら描いたんですよ、この。ちょっと待って、え、何？ここ見ながら、私の映像をこう見ながら描いたの。そうそう、これ？これ？うちこんな顔してる？絶対悪口だよね、これ。しかもさ、福友さん、お台場の女神が点々点、何か言いたそうだよ、絶対。何ですか？点々点聞きたいです、福友さん。絶対これ何か言いたそう。あれ？女神が女神じゃなくなってるっていうことかな？絶対そうだよ。うん、まあね、ちょっとでもキラキラしてるし、うん、女神っぽい感はあるんだけどな、うん、まあね、まあ、私からじゃあ評価させていただきたいと思います。はい、ではですね、まずリナッチね、まあお台場のつ何ここに満面の笑みでさなんかすごい、うん、なんかおねだり感半端じゃない、なんでそんなおねだり、今見逃したな、おねだり感しても無駄だから、もうあなたこれだからね、あなたやばい、敵に回した敵に回したあなた、これだからね。あ、なんかリボンつけて、いや、なんかもう今さら、もういいね、最優勝はりくちゃんね、りくちゃんの勝ち、いや、こんなリボンつけてももう無駄だよ、お前ちょっと、自由の女神、あれいや、こうやつはありませんね、いや、もうね、りくちゃんの方が良かったよ、もうりなっち、もうなんだこれ、もうりくちゃん、もうリナッチのね、ちょっと黒のペン貸して、あれ黒のペン、うちね、絵描いたけどもうよくない、そうよくないです、ちょっと、いや、赤がいいな、あ、チークですか、どうだったかな、いや、もう鼻血だっだいぶね、可愛かったのに、真面目になってきました、ね、はい、私ね、二人の絵を描いたんだけど、はい、気になる、ね、気になる、リナッチの絵、もうこうしてやりましたもう鼻血出してやったよね、なんかもう嫌になってリナッチね、似てる、あ、似てるくない、でも意外と、意外と可愛い、可愛い、はい、でもね、りくちゃんの方がなんか下手になっちゃったんだよね、なんか自由ちょっとこれこそ悪意ないですか、悪意ない、なんか二つ結びしてるみたいになっちゃったじゃないですか、髪の毛がトゥルーンってしてるのをなんかそうイメージして可愛いだろ、まあ、私なんか前髪こう流してんじゃん、あ、流してる、だからほら、それイメージして描いたらこんななっちゃってさ、あれあれ、うん、似てる似てる、うん、かわいい大丈夫、かわいい、リナッチよりマシだよこれ結構ちょっと、でもなんか私の方がめっちゃ丁寧に描いてる感がある、いや最初に描いたから、好きだ、いや何この子、あれ好きだとか何言ってる
聞いた。いやじゃあね、じゃあ最後もうちょっと時間あるから、じゃあお台場の好きなところ、自分が好きな場所の絵を描いてほしいな、うん、じゃあ裏に行きますね。うん、裏に絵を描いてほしい。はい、好きな場所、自分がお台場で一番好きな場所。じゃあ私もカープを、うん、OK です。全部出しちゃう。あるかな。なんかこれでお台場に来るのも少なくなるのかなって思って寂しいな。観光しがてら、観光しがてら、まあこれ後でリナッチにあげるよ。ありがとうございます。飾っときます。飾って。ダメだよ、 LINE のプロフィール画像。あ、それそれして。さあ何書こうかな。好きなところですよね。好きな場所、うん。でもうちも言うて下手なんだよね、絵が。あれ、うん、どんな感じだっけ。なんかみんな真剣。そう、真剣になるとね、みんな口数減っちゃうからね。じゃ、喋ろうか。シーンってね。シーン。あれ絶対わかんない、これ絶対また絵下手って言われるぞ。絶対絵が下手でね、わかんない、これわかんないって言われちゃう、うちも。絶対わかんない、これ雰囲気しかない。自分で描いてて笑っちゃった。いや、うちもやばいぞ。絶対わかんないわ、マジで。わかるかな。あれが下手ってちょっと致命的だな。雰囲気分かればいいんですよね。そうだね、雰囲気が分かればいいんだ。絵が上手い人って羨ましいですよね。本当。いやこれは大変、みんな。まあでもお台場絵があれば十分だ。うん、いいこと言った私、うん。よし、お、できた人いる？ちょっと待ってくださいね。できた人いったら声かけてね。よし、難しいぞこれは。難しいぞ。え、何カンニングしようとしてる？ね、カンニングし始めたよ。絵見始めたよ、なんか写真見始めた。待ってるかな。あ、福友さんからコメント来ましたよ。自由の女神、聖書持ってるよって。あと、ようこにゃん、絵が上手くなった気がするけど、りくちゃんの顔がちょっとかわいそう。いや、あ、確かに、確かに。いや、悪意ない、まだない。悪意ある、悪やったもん。ないいや、でも、じゃあ、リラッチの絵は似てたってことで。お、これは LINE のトップが決定だな。 LINE のトップが行きですね。うん、あの、もしくは16期のグループ LINE のトップがでもいいよ。絶対嫌。絶対嫌とか、今絶対嫌って言ったよね。心の声が漏れてたよ。聞こえちゃいましたね、うん、聞こえちゃったよ。じゃあ私できたので、あ、ちょっと、もう待って、もう一つ書いておこう。難しいぞ。よし、できた。じゃあ私から紹介させていただきます。はい、こちらです。伝わるかな。お、え、うまい、うまい、うまい、いける、いける、わかる、伝わる。レインボーブリッジ。そう、お台場のレインボーブリッジです。そう、私すっごく好きで、特に夜になるとやっぱ夜景が綺麗ですよね、レインボーブリッジ、うん、で、レインボーブリッジ、まあもうちょっとガイド案内みたいになるけど、790…798メートルあります。
そうで高速道路とあと一般道も走ってるし、あとはほらゆりかめも電車でさレインボーブリッジ渡るじゃない。うん、ゆりかめ使ってる？使ってきましたよ。だよ、ね、私もゆりかめも使ってて、そうゆりかめに乗るたんびにねレインボーブリッジ渡るからすごい楽しみなんだ。こうやってお台場の景色も見れるし東京の景色も見えるし湾岸エリアねすごい見えるからすごいいいところなんだなって思ってね、うん、私すごい好きな場所です。東京タワーも見えたりするし、あとスカイツリーも見えるんですよ、うん、そうそうそう、あすごいいい場所です。でちっちゃくここにねフジテレビの本社ビル書いてあるんだよ。どこですか？ちっちゃく、ちっちゃく、あ、丸そう、ちっちゃくこう八玉もちゃんと書いてるんだよ。ここフジテレビもいるよ、お台場のシンボルの。そうね、で運転できないで、あできるよ、できるけど車も書いたからちゃんとうんうんっていうね。私はレインボーブリッジ書きました。すごい、はい、できた、はい、できましたよ。はい、じゃあ紹介お願いします。ドンドン、わかるかな、なんか数少ねえな。お台場の観覧車です。はい、結構なんかこのちょっと観覧車とか危ない感じですけど、うん、なんかおにぎりみたいだね。、うん、絶対言われると思います。でもお台場の観覧車やっぱり、うん、景色が綺麗に見えるし、うんうん、そうだね、なんといってもカップルとかでね、そうだね、行くとちょっとデートスポットにも、うん、スポット、スポット、デートスポットにもなったり、うん、なんかどこにいても結構お台場って観覧車見えるじゃないですか。そうだね、なんかどっか遠くに、うん、だからお台場のなんかシンボル的な感じのところで結構夜景も綺麗に見れるから私はお台場で好きな場所です。観覧車伝わるかな、ね、いや観覧車っていうよりも棒人間も結構気になったよ私。人間がさ一人自分です、一人違うの、女の子と男の子を描こうと思って。リナッチ棒人間、またリナッチじゃあこっちにしとこうか。髪の毛ない、髪の毛ない方。うん、ツルツルね。そうで描こうと思ったら、うん、ちょっと髪の毛生えてる棒人間もおかしいなと思ったけど、うん、ちょっと最後に、うん、カップルつけとこうと思っ て, と思って雰囲気出すために。でね、本当はねこのねお台場の観覧車、あのパレットタウンの観覧車ね、うん、あの64個ゴンドラがあって、少ないよね明らかに。でシースルーのゴン、そうシースルーのゴンドラもねあるの、うん、4つシースルーのゴンドラ。シースルーいいですよ ね乗ったことないけど、高いところ好きだから。そうなの、怖くない、なんか全部シースルーってめっちゃ乗りたいそれ。そう怖、じゃあ下で待っててください。下で待って。私だけ下に待ってるって。リナッチと2人で行ってきます。ちょっとなんか先輩やっぱ置いてかれて いじられてるよねなんか。じゃあこれ片っぽリナッチにしよう。で片っぽはリクちゃ ん、じゃあここら辺に、ここら辺に誰、ヨーコニャン、ここら辺にヨーコニャン。なんでやっぱ下に置いてかれてる。しかも二等身。ねえひどい、ひどい。ヨーコニャンさん、ヨーコニャンさんちっちゃ。しかもなんか体育座りさせられてるよ。ね、これ悪意あるよね本当に。さっきの絵も悪意ありましたもん。違う、あれは真剣に描いたの。私もこれ真剣に描いたの。ひどっ。もういいよリクちゃん、もういいです。はい、最後にナッチ行きましょう。なんかこっから見ると裏にうちの絵が映ってんだけど。はい、こっち側行きましょう。これ何だか分かりますか？全然分かんないわ。あのビーナスフォートにあります。あ、分かります？分かる、あるよね。奥の方にあるやつでしょ。そうですそうです、分かるけどなんか人が死んでるみたいな大量に。確かに、うん、そうです、噴水広場。うんうん、分かる。ここなんか上の幻想的な感じだよね。上のやつも時間によってなんか色どんどん変わって、うん、雲の色とか、うん、めっちゃ綺麗です。多分これ表紙撮影とか前ありましたよね、うん、ここで多分ね、噴水広場、噴水広場のところで、そうそうそう、うん、いやでもすごいね、ごめんリナッチが描くとすんごい人死んでるみたいにしか見えないから。たくさん人がね、実はヨコニャンさんがいるかもしれない。あらねえ、みんなでいじるのやめてくれない？しかもね、なんかこれさおかしくない、このなんか上からダーって。ちょっとあの噴水ねの綺麗な感じが、ね、噴水じゃないよね、なんかなくなっちゃってますけど、これなんだ、噴水ですよ。いやちゃうやろこれ絶対。いや絶対噴水じゃないね、これちょっと違う。そしたら私のこのおにぎりの方がいいんじゃないですか。いやおにぎりの方がごめんまだマシだわ。おー、うん、来た来た、まあ、否定できないですね、うん、そしてこれもできない。いや多分私の方が一番マシだと
と思うよ。じゃあみんな3人並べてみよう。絶対マシだから。どう？あ、でも一色でほら一色で作り上げた割には、うん、あ、一色、まあ、私も一色だよ。2色、まあ、結構色の関係それ関係ないでしょ。はい、ではね、はい、まあこんな私たちの変な絵に付き合っていただきありがとうございました。はい、まあシーサイドイメージガールのコーナーでした。はい、なんかため息つきながら終わっちゃった。もうちょっと明るく終わる。イメージガールのコーナーでした。まあね、時間もねそろそろ終わりになってきちゃったかな。番組の終了時間も迫ってきましたので、うん、ここで、はい、明日の東京タワー TV サンデーの案内をりくちゃんにお願いします。はい、明日の東京タワー TV は午後3時からはみゆさんのライブをお送りします。午後5時からは、スリーピースバンドケンネルのライブをお送りします。午後7時からはシンガーソングライター大原ゆい子さんのライブをお送りいたします。観覧は無料になりますが大展望台への入場料が必要となります。詳しくは東京タワーのオフィシャルサイトをぜひご覧ください。はい、じゃあ続いて今日この後の東京タワー TV サタデーの案内を リナッチ、はい、お願いします。この後の東京タワー TV サンデー午後3時からはサタデー、ね、サタデーです。サタデー、サタデー、うん、サタデー午後3時からはお笑いライブ333をお送りします。5時からはアイドルグループ星空ピーシーズのライブをお送りします。7時からはザ・スーパーボールのライブをお送りします。東京タワーオフィシャルサイトからもリンクしていますのでぜひお楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。なんかねすごい息切れしてんだけど私。どうでした今日？楽しかったですね。楽しかったですね。私の絵も披露できましたし、披露で初めて絵描いた。ここで初めて絵描いたかもしれないです。初めて絵描いた2回目です。あ、2回目、うん、そっか。まあ多分ねこの番組では絵を描くこと多いと思いますのでね、ちょっと絵の勉強をしておいた方がいいと思いますよ。先輩からのメッセージアドバイスですね。はい、はい、あとはね、ヨーコニャさんと仲良くなれた、うん、仲良く、うん、仲良くなったということにしときましょう。はい、まあ私はね、もう今日が最後の回だからちょっと寂しいな、うん、まあということでちょっと最後にね、私からあのいろいろお話しさせていただけたらなと思います。はい、で最後にちょっとねあの告知もさせてください。某テレビ局のですね、某番組の出演が決まりましたので、あの来月以降もレギュラーとして残るには人気投票によって決まるルールとなっています。でぜひ継続してあのレギュラーとして残りたいと思いますので、あの応援よろしくお願いします。また詳細は私のツイッターやブログにてご報告させていただきますのでよろしくお願いします。でそしてあの1年間お台場シーサイドイメージガールとして川村陽子を応援してくださった皆様、そしてスタッフの方々、そして先輩方、同期、後輩のみんな、まあ、まあ、一応リナッチもね、リクちゃん、リクちゃんは全然いいよ、リナッチ、うん、リナッチ、はいね、もうね、本当みんな本当にありがとうございました。これからも皆様に良き報告ができるように頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。まあありがとう、ごめんね、もう泣きそうだわもう。でね、そしてね、りくちゃんとりなち、私から大したものではないんですけれども、え、おぉ、ほんとにこれはどちら、りくちゃん、はい、 ありがとうございますりなち、いや、ありがとうございます、はい、すごい。まあ、私のことを忘れないでくださいということでね、もう忘れないで、もう泣きそうだわ、もうなんかもう本当に皆さんに応援していただいてここまで来れたので、もう本当ありがたいです。ありがとうございました。泣きそう、もうこっから先誰か MC やって、こっから先誰か MC やって。いやでもこれからもテレビでヨーコニャンさん見れると思ったら幸せですね。楽しみです。本当ちょっとね、本当多分こういうあの多分もう泣きそう、もう多分またバカやってると思うけどね。頑張ります。2人もね、私絶対あの
いや、ツイッターとかやってる？やってないです。やってない。やってる？私やってます。あ、ほんと。じゃあツイッターとかチェックしときますわ。2人のことを応援しますのでね。いや、でも何何卒業の会に一緒になれたの嬉しかったです。ね、すごい嬉しいです。うん、一緒になれて、今日はどんないじめを受けるのかなと思いながら今日ね来たんだけど。前もってことはチクチクいじられたんですか？そう、チクチク結構言われたんだよね前も。でも今回めっちゃ仲良く なれたんで良かったです。なんか勝手に言ってるけど、まあそういうことにしといてあげましょうね。本当に。あ、そしてヤオコには1年ちょっとイメガとして本当にお疲れ様、 OG として出演あるかな。だってまあ出演ね、ぜひあればしてほしいです。本当、うん、うんうん、呼んで。じゃあ、ま、その時は来てください、うん、その時はいじめないで。はい、はい、超優しくします。なんでおかしいよね、なんかいじめないでっておかしくない？こうりなちゃんの愛です、きっと、うん、そういうことにしておきましょう、まあ、そういうことにしてあげよう、うん、そういうことにしましょう、そういうことにしてあげようか。あ、もうなんか何次、なんか次出るとき何月何日とか決まってる？次出るの番組。次、うん、私ちょっと先になっちゃうんですけど、うんうん、4月2日4月ですか、うん、そうですね、4月2日に東京タワー TV の、うん、あ MC、 はい、MC をやりますので、皆さんよかったら遊びに来てください、はい、私4月8日、うん、うんうん、大好きです。大好き。 またうわ、またりなちゃんの絵が見れるかな。見れるかもしれないね。まあね、16期の、あ、違う15期もね、みんな結構卒業どんどんしていってしまって、もうこれからはね16期のみんなの時代ですからね。あのブログとかもあると思うから、イメージがあるのね、どんどん更新してくださいね、はい、私結構見てるんだけど結構更新する子いないんだよね、少ないんだよね言っていい？私一番更新してたから、あのブログそう、あの15期イメージがある中で一番更新率高かったから。へえー、50何件ぐらいやつ投稿してて、まあね、皆さんも投稿してください。投稿します。はい、はい、ね、じゃあ最後どういう締め方しますか？最後じゃあようこにゃんさんから、うんうん、もう一言いただいて。そうです卒業の一言。うーん、卒業の一言。じゃあ最後は2人に抱きしめてもらって終わりにしようかな。一言言って抱きしめてくれる？ OK です。なん無言で OK したよ、なにこれじゃあ本当に最後になりますが、本当に今までイメージガールとして川村陽子を応援してくださって本当にありがとうございました。これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。ではそれで閉めるよ、閉めるよ、閉めるよ、いい？第15期、今日のお相手は第15期シーサイドイメージガールの陽子にゃんこと川村陽子と、はい、第16期シーサイドイメージガールの児玉りくと小竹里奈でした。はい、それでは皆さん良い週末を過ごしください。